今日は4月28、水曜日、木曜日かな。はい。じゃあちょっと今日はですね、朝、100均行って、はい、ちょっと資材を持ってきたんですけど、これを下ろすところから始めましょうか。返しに行ってきますか。まあ、長物が初めて入りましたね。まあこんな感じでやっていきましょうか。はい、今日は4月28の12時回っちゃいましたね。まあ、一応午前中に資材を持ってきて、モルコンで塀をちょっと直しますね。まあ、そこからやっていきます。はい、モルコン今出したんだけどさ、こんなにでっけえ石入ってん。超でけえんだけど。これ寝れるのか。まあ無理くり練ってみるか。面白そうだから。はい、じゃあ一応こちらやっていきますか。で、まあ、途中で折ったこの鉄の柱ですね。で、この鉄の棒は、はい、地面の補強ですね。壁の補強にちょっと使いたいんで、ここを使っていきます。はい、まあ、これ駐車場今日で仕上げるつもりだったんですよね。で、モルコンも2体買ってきて、まあまあまあ2体じゃまあできなかったんですよね。まあ、見積もりが甘かったですね。まあ、あとこれを7段積み上げて、7段積み上げるのをもう1列やるつもりでいます。で、ここ、まあ、どうなんだろうな、全部なくしちゃうのも心もとなかったので、まあ、全部なくしたくはなかったんですが、まあ、そうもいかず、そういうことになっちゃいました。まあ、まあ、ここに何をどうするかっていうのは、まだ言えないっていうか、まあ、言わないんですけど、あとは車の縦列駐車のスペースと、兼ね合いで、まあこうなりましたね。やっぱり簡単に止めれて簡単に出ていける場所が1台ちょっと欲しいんで、まあ、それをどうにか作りたいなという感じでしたね。3台は入れないっすね、さすがに。すし詰めにすれば入るけど、その出ていくのが、なんでしょう、誰でもいつでもどこに入れた車がいつでも出ていけるわけじゃなくなっちゃうんですよ。だからちょっと、まあ無理があるっちゃ無理がありますね。でもまあできるだけ、多分僕の車を一番出づらくしちゃえば、そこは解決なので、でもまあ、これはちょっとまだまだ課題っちゃ課題なんですけども、解決はできない課題ですね。もうこの家の敷地がいっぱいいっぱいなんで、で結構悩んだんですよね。これブロック壊すと、防犯上の理由で、ちょっと不安なんですよね、まだ。で、何が不安かって言ったら、この家を買うときに、売り主の人から、聞いたことが一個あって、襖盗まれてるんですよ。襖って普通盗まれるのかと思うんですけど、襖がなんか盗まれてたらしいっすよ。なんか俺嘘っぽいんですけどね。絶対嘘だなとは俺思うけど、なんか新しい襖で、それでなんか、盗まれちゃったらしいんですよ。だからまあそれを空き巣が、まあこの空き家を、なんだろう、リストに入れたっていうことを考え、
まあ、警戒はしていきたいんですよね。でも、もっと入れやすくなると思いきや、全然入れづらかったんですよ、車。だから、この壁は壊さざるを得ないかなぁ、なんて思ったんですが、さすがにこれ幅がないんですよね。軽バンと軽自動車で、実はいっぱいいっぱいなんですよ。ブロック塀の間があった時に入れるの。で、ブロック塀なくなったから多少はすごい楽に入れられるんだけれども、屋根が作れないんですよね。さすがに行動に出ちゃうとまずいから、屋根をどうにか作りたいなぁ、とは、思ってはいるんですよね。この屋根の、例えばカーポートの屋根を単管で組むとしたら、その単管の足場は必ず2箇所必要なんですよ。この道路側ね。でもそうするとね、入るのがね、めちゃめちゃしんどいっすよ。マジでしんどいっすよ。だからまあ、これどうしたもんかなーって思います。だから、一番いいのは、コンクリートの、家のコンクリートの部分があるんですよね。軒の上の、軒先の上。で、あそこにボルト固定して、屋根をね、固定しちゃえばいいんだけれども、この建物自体に穴開けるってもう嫌なんですよ。チクフルなんて十分すぎるくらい。だからそこから穴開けたら、そこのコンクリート自体も劣化していくだろうし、それ嫌なんですよ。だからまあどうしたもんかなっていう感じで今、悶々としてますね。で、それに冬は、風が強いんで、どうせ、まあ無理だろうなと思うんですよ。畳めるようにしないと。で、それもそれで高いし、まあどうしようかなって感じですね。撤去ができる簡易的なものとかにしようかなっていうのはありますね、もちろん。やっぱり鳥の糞がめちゃめちゃ落ちるんですよ。だからそのカーポートの屋根が欲しいのは、冬場はさすがに撤去するんで、なんだろう、防風ネットでいいと思うんですよ。その、雨水よりから守るよりかは、その、鳥の糞からなんか、ね、守れりゃいいやって感じなんで、まあ何か簡易的な、かつそんな、まあ夏場になればそんなに風強くないんで、はい。で、一番風強くなるのは、その季節の変わり目の偏西風ぐらいですね。だからあれが、やっぱり海が近い、海沿い、海が近いんで、やっぱ強いんですよね。だからまあ、季節的にすぐパッとしまえるような、そんな屋根をどうやってつけようかなっていう感じですね。本当はブロック塀に単管ぶっ刺してそれでやろうと思ったんですけど、それじゃあなんかね、入れる人、ここを利用する人が絶対入れねえなと思ったからぶっ壊しちゃったんですよね。いや、だからまあ、なくてはないならないで、まあいいかって思ってます。はいはい。ね、やっぱり2体じゃ足んないな。足んないね。これやっぱり補強するために、もう一旦そのモルタルの柱をブロックの数分やんないとダメだなと思ったけどね。まあその分のでモルタルが足りません、コンクリも足りませんなので、まあ、一旦今日ここを埋めれるところまで埋めてちょっと終わりにしようかなって思います。はい。まあ結構立て付け悪く作っちゃったんで傾いてますね。まあ、どうしようかな。今一応鉄筋の筋は入ってるし、まあこれ隙間埋めてどうにかします。で、もたれかかれるように、まあ木の杭でも1本2本打っときゃいいかなって感じだし、で、その木の杭に平板で型枠を作って、そこにまたね、モルコン流し込んで、
その傾きを支えるようにしたって、まあ、それでいいんで、まあ、とにかく、チャット、パパッと作っちゃえばいいかなって思ってます。あっという間にね、2体なくなったわ。はい。でね、今気づいたこととしてね、コンクリート用の砂利が入ってる、入ってないっていうのがあるんだけど、砂利がないやつの方がいいと思う。砂利が邪魔。なんで、チョイス間違えましたね。で次はちょっと砂利がないや塗りやすいやつをちょっと買ってきます。まあなんとか駐車場ができましたね。いやでもこれねルーフ屋根つけようかなと思ったけれどもちょっと厳しいな。厳しいなスペース的に厳しいなマジで。屋根に打ち付けてやるのも嫌なのよコンクリに穴開けんの。そしたらこことあそこ4つだな。でもさこれあダメだな。屋根つけらんないね。どうしたものか。はい、まあこんな感じで現在は駐車場できました。頑張ってます。バイバイ。